日米 FTA に意欲。 麻生太郎副総理兼財務大臣とペンス副大統領によるアメリカ副大統領によります日米経済対話の初会合、昨日総理官邸で開かれました。ペンス氏会合後、対話を通じて日米の FTA、自由貿易協定の交渉につなげる意欲を示しました。アメリカ側の主要閣僚が日米二国間の貿易交渉を推進する姿勢、これを鮮明にしたことで日本の農業、あと自動車分野を念頭に 市場開放を求める圧力。これが強まる可能性があります。ペンス氏会合後の共同会見で TPP について、アメリカにとって過去のものだ。二国間の貿易交渉を行っていくと強調しました。TPP の代わりに FTA というアメリカの姿勢ですけれども、まあこれはやっぱりねという感じですかね。ね。はい。で、まず、 その日本にとってですね。はい。そのアメリカと FTA を結ぶ必要があるかって考えたときに、少なくとも農業とか自動車をですね、中心にされるんだったらないんですよ。はい。ないんです。アメリカ側にあります。はい。アメリカ側にあります。要は自動車もっと買いなさいとかね、米の関税なくしなさいとかそういう話なんで、そもそも日米 FTA とか言われても、やりませんで終わりなんですよ、本来は。問題は、その北朝鮮危機がこれだけ深刻化していて、はっきり言ってアメリカ様に頼らないと我が国は防衛ができないんですよ。 そういういのと絡めてくるんですよね表、うん、向きはやりませんけど、裏でやってくるんですよ、ええ、その時に本当に跳ねつけられるのかなというのは、本当に不安。 そうですね。あの、麻生財務大臣も、その記者会見の中で、やはり安全保障と経済というのは、車の両輪のようなものだというね、ニュアンスのことをおっしゃいました。不吉な。ええ、それ言っちゃダメですよ。それ言っちゃダメです本来違う話ですよ。そうですね。安全保障は安全保障で、経済経済なんだけど、アメリカは表向き、ガっチャンコしません。あ、トランプ大統領最近やってきてますね。はい。あの、つなげるようなことやってきてるけども、まあ、裏では確実にやってくるんでそうですね。だから思い出してください。あの、北朝鮮が韓国 僕の島を砲撃した時あったじゃないですか、はい、あの後一気に米韓 FTA 進んだんですはい ということなんですよね。あと、米中首脳会談も、ねあれは、あの、ディールが行われたということです。安全保障にちゃんと協力するんだったら、例えば、中国に対して有利にしてもいいよと。為替捜索も。為替認定しないよと。言わないよと。い。うことですもんね。これ、論骨にやってきますからね。そうですね。もうそれを、あの、実際に大統領が、ほのめかしましたよね。ツイッターで、いや、ほのめかすって書いてあってますよ、で。ツイッターで書いてじゃあもう言っちゃったと。おー、骨です 本来いけないと思います、私は。そうですね。はい。さて、まあ、これに対してですね、麻生財務大臣はア、アジアの太平洋地域のルールを日米主導で作っていくことが重要だと述べて、TPP のような地域全体でのルール作り、これを目指す考えを示しました。TPP に関しては、日本がアメリカ抜き、まあ、あれは12カ国でやりましたから、アメリカ抜くと11カ国、TPP11 と、最近ですね、かっこいい呼び方をするんです <laughs> え,え、なんかかっこいいぞ。 っていうね。えー、TPP11 に動くという報道も出てて。はいうん、ま、あの、そんな矢先、オーストラリアの千オボ貿易投資省とですね、はい、えー、石原あ経済財政再生、えー、担当大臣、えー、会談をしたなんていうニュースも入ってきているわけなんですけれども、あのー、この TPP に関してはオーストラリアだとかは、えー、積極的ですからね。えまあこれがうまくいくのかどうか。ただ一応、はい、あの、条約の交渉やり直しになっちゃいますよね。はい。だって条約の中に、え、要はあの、 署名から2年以内に GDP80% 以上が賛成しないといけない云んっていうのがあるんで、あれ乗っかなくちゃいけないんでね、はい、もう一回署名し直しになっちゃいますで80%、これ、アメリカ入ってなければ80%は足らないわけですからすすすだからもう実質無理そうですということなんですよね。はいうん、じゃあもう一回やり直す、そのやり直してるのにある程度時間がかかる。そうですね、えー、ただ、日本としては TPP ってベースがもう批准してるんで、ある意味で、それがあるから日米 FTA、アメリカ産 TP p 入ってやろうと、絶対に相手が飲まないような、それ交渉はでき それで伸ばすしかないじゃないですかね、うん、本当に。うん